はい、おはようございます。コレンさんです。本日はジクサー150、ジクサー150ってジクサーっていう表記なのでジクサーって呼ばせていただきます。ジクサー2班はジクサー2班っていうようにします。レンタルしたのはレンタルバイクお台場さんです。本日12月31日大晦日でございます。レンタルバイクお台場さんは、お正月も営業してるらしいので皆さん振るってご参加させてください。ご参加っていうか借りに来てあげてくださいっていうかこの動画が上がるときはもうすでに1月3日過ぎてるという可能性が高いですね。ではまた会ってみましょう。足つきはですね良くないです。シート高はこの辺に出しておきますけど、両足のつま先ツンツンぐらいだから、ベルシスとそんな変わらないですね。ツンツンなので、ただ軽いので別にどうでもいいやって感じですね。ジクサーの場合片足の先っちょさえついてれば別にどうにでもなるので特に問題はないです。それでは行ってみましょう。私ジクサー150の旧型に乗ってたんですね。ブストロームに乗る前は。なんで、ジクサー150のこの新型に乗るのは初めてなんですよ。まあ、そんな変わってないんじゃないのかなとは思うんですけどね。まあ、一応念のために。このね、GSX-S125 と違ってクラッチをつなげた瞬間のトルクがねグッて出るんですよ。グッて、これがねジクサー150のいいところですね。低中速に振ってるんで GSX-S125 は完全に高速高回転に振ってるんでそういうのはないんですけど、だから乗りやすさで言ったらもう間違いなくジクサーの方が乗りやすいです。ポジションは GSX-S125 はバックステップ、後ろに下がって上に上がってるタイプだったんですけど、ジクサーは若干後ろに下がってる感じですけど、でもまあ普通のステップですね。あ、でも若干バックはしてるかな。上には上がってないけど、あ、若干上がってるかな。どうかな、この足の感じ。あ、ちょっと上がってるかもしれないですね。あんまり意識したことなかったんですけど、ベルシスと比べると若干バックステップみたいになってます。後ろ寄りですね。ジクサー150ね大好きだったんですよ私。あの旧型ですけど非常に気に入ってあちこち行ってたんですけど、春に高速に乗ったら風に煽られまくって、もう本当に高速が恐怖になっちゃって、でこれちょっと好きだけどちょっとダメかなって思って、高回転への吹き上がりは GSX-S125 の方がドラマチックですね。っていう感じが、まあそんなちょっと言い過ぎですけど、でもなんか体感的なイメージとしてはそういう感じなんですよ。 GSX-S125 の方がっていう感じわかるかなこれでもジクサーはそこまでいかなくて、こうフラットに、あくまでもフラットに登っていく。でも上がっていくに従ってトルクも乗っていきます。で最高出力と最高出力と最大トルクおよびその発生回転は GSX-S125 とジクサーをこの辺に出しておきます。あれさっき言いましたっけ、来るときフォルツァできたんですけど、フォルツァって外気温計がついてるんですね。そう見たらですね7度書いてありました寒いっすよ。ジクサー150も GSX-S125 と一緒でウインカーが出しづらい感じのタイプですね。ちょっとでも押し込んじゃうと動かせない、スライドできないタイプだから、完全に押し込まない状態でやらないとウインカーが出ない。慌てて出すときとかはちょっと引っかかる感じがしますよね。どうしてもちょっとぐらいは押しちゃいますもんね。あ、今幻の6速を探してしまいました。
GSX-S125 は6速まであるんですけど、ジクサー150は5速までしかないんですよ。あれ GSX-S125 と比べると、まあ、当たり前なんですが、全体的にトルクを強く感じます。全ての回転数において GSX-S125 よりも、全ての回転数ってことはないか、上まで回すと GSX-S125 の方が結構力強い感じはあるんですけど、GSX-S125 よりもジクサーは、8000回転ぐらいまでにおいてフラットなトルクを発揮し続けるというイメージですね。だから本当に街乗りではもう圧倒的にジクサーの方が乗りやすいです。GSX125 が あれはあれでね、面白いんですよ。なんだろうな、面白さで言ったら GSX-S125 の方が面白いと思います。ジクサーの方は乗りやすいっていう感じですね。 GSX-S125 の5速と6速は使い物にならんみたいな普通に街中をこう加減速しながら乗ってる時って本当に4速ぐらいまでしか使えないよみたいな、ストップアンドゴーでずっと都内とか走るんであれば、もう本当に4速までしか使わないっていう GSX-S125 みたいな感じ。ジクサーであれば余裕でトップギアである5速まで入れられると思います。5速5000回転で70キロぐらいですね。あれ5速5000で70キロ？そうだっけ？ジクサーの鳴らしって5000までだったと思うんですけど、70キロも出たかな？ 5500 で78キロぐらい。ちょっと振ってみましょう。懐かしいな。非常に安定性の高いですね。鈴木らしい素直なハンドリングです。ジクサーはリアタイヤにラジアルタイヤを覆っていて、非常にですね、乗り心地もいい感じなんですよ。鈴木はこの安いバイクにリアタイヤにラジアルを履かせるということを平気でするんですね。レッドゾーンは、お？レッドゾーン9500だな。1万回転回らないのか。9500だよね。9500だな。9500だよね。はい、では60キロまで加速を行ってみますか。レブリミット当たっちゃう。はい。あ、今の失敗。本当に9500を回るとレブリミットに当たっちゃうんですね。ブルブルブルってなっちゃった。失敗失敗。シート高の数値ここに出しておきますけど、でも実際に座ると私の体重66キロぐらい7キロぐらいなんですけど、座ると結構沈むんですよ。結構つってもオフシャフォードは沈まないんですけど、でもまあ普通のスポーツバイクよりは沈むんで、はい、それじゃあまた60キロまで加速、今度はちゃんと9500ぐらいで上げなきゃダメなんだな。あ、そんな回しとかなくていいんだな。これ GSX-S125 の時は結構回ったから、結構ある程度回しておいてからつなげるっていう感じでしたけど、はい、割と早かったかな。どうかな。トルクがあるから結構すぐに回転もブイーンって上がっちゃって、トルクを伴って力強くグイグイ加速するから結構速い体感でしたけどね。どうなんですかね。
リクさんはニュートラルがちゃんと N なんですよ。これは旧型もそうで、メーター変わったのかなこれ。なんかちょっと変わってるような気がするの。V ストロームとか GSX-23R はニュートラルが0なんですけど、リクさんは N ですね。リクさんは23も N だっけ。確か N だった気がする。GSX-S125 も N でしたね。あ、N じゃないわ、0だわ、確か。燃料タンクは、確か11リッターだったんですよね。WMTC の燃費が、ここに燃料タンクと WMTC の燃費出しておきますけど、確かね、30キロぐらいは走ったんで、300キロ走るはずなんですよ。ディクサーで、旧型のディクサーでも、ツーリング結構遠くまで行きましたけど、給油したことなかったはずですね、途中で。日帰りツーリングばっかりだったんですけどね。ディクサーのクラッチは、そんな重くもないですけど、超軽いっていうわけでもない。GSX-S125 の方が軽いです。ディクサー2班も多分これぐらいだと思いました。ディクサー2班では、結構帰り最後の方はもうクラッチを握る手が疲れて痛くなっちゃってましたね。 V ストロームよりもちょっと重いかもしれない。はい、ではまた60キロチャレンジしてみましょう。60キロまでの加速をしてみます。なんかや今回いまいちだったような気もしますけど、あ、これ慣れですからね。はい、それではちょっと路面の荒れたくるくる回りながら橋入っていくところに入っていきます。おおおおお、そうね、ジクサーはねあんま良くないんですよはい、ではまた60キロまでの加速押してみたいと思います。これで3回やるのかな。3回やって平均値を出します。あ、失敗した。はい、あー結構またレブリミットに当てちゃった。すぐにレブリミットに当たっちゃうんですよね。本当に9500を超えるともうすぐにレブリミットに当たっちゃうんで、ギリギリを狙うとかえって遅くなっちゃいますね。もう一回だけ、もう一回だけ最後のチャンスを渡しにください。60キロ加速行かせていただきます。いや、もっと上手い人はいると思いますけどね。まあ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 、でも平均的な値ではなかろうかと思われます。はい、それでは高速道路に入っていきたいと思います。5速80キロで5700回転、800回転ぐらいかな。5速100キロで7200回転ぐらい。4速、あー、これ3速落としたらやばいよな。あー、レブリミット思いっきり当たっちゃいますね。最高速は聞いた話によりますと、最高速は112キロぐらいですね。やっぱり低中速にトルク馬力を振ってるんで、上は伸びないです。
ちなみになんですけど、旧型のジクサーで、まあ、聞いた話なんですけど、110キロで巡航すると、夏場に110キロで巡航すると熱だれを起こします。 熱だれってわかるかな。高回転で回りすぎるとエンジンがね回らなくなっちゃうんですよ。ウボ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 ウつって、まあそんな極端に回らなくなるわけじゃなくて、まあ、80キロぐらいしか出なくなっちゃうとかそういうレベルの話なんですけど、だから80キロぐらいでゆっくり走ってればまた風で冷やされて元に戻るんですけど、だからジクサー150の場合に、いやジクサー150で高速に乗る場合は100キロまでにしといた方がいいと思います。まあ、当たり前の話ですよね。100キロまでしか出しちゃいけないんだから。あれか、新東名とかが、新東名の120キロ区間はね、ジクサー150では辛いですよ。だって120キロ出ないもん。120キロ出ない、まあ、あの道でだってどうしても120キロ出さなきゃダメっていうことはないんで、別にジグサーで行ったって普通に100キロで走り続ければいいわけで、120キロ出したい人は出してもよ、捕まんないよっていうだけの話ですからね。取れることはない。まあ行ったことないんですけどね。ああ今度行ってみようかな。何で行く？俺120キロ出るバイク持ってないかも。あの V 走出るか。フォルツァもギリ出たかな、聞いた話ですけど。ウイストも、でもな、120キロで多分巡航したらな、結構厳しいだろうな。20キロ区間走るんだったら、MT25 とか、あの辺だったら余裕で走れちゃうから、私の乗った中では何だろう。まあ、やっぱりスポーツバイクですよね。SS の、じゃあ私が昔乗ったことあるバイクだったら、例えば R3 とか、まあ楽勝ですね。CB400 スーパーフォアも楽勝ですけど。まあ聞いた話ですけど。まあ言うまでもないですけど、スクリーンとかカウルは全くないので、風は全身に受けますね。ネイキッド、風を受けるのが好きな人はいいんですけどね。まあでも確実に疲れるでしょうね。私は風を受けて走るのは割と好きなんですよ。なんか空いてんなぁ。高速を走ってたんで体が冷えましたね。手が冷たい。ブレーキ確認してみますか。リアブレーキ。おぉ、ABS 効いた。ABS 効いた。フロントブレーキ。前後ブレーキ。ブレーキはですね、よく効きますよ。うん、リアブレーキもよく効くし、フロントブレーキもよく効く。怖くないですね。はい、それでは詳細チェックをしていきましょう。ライトは、ジクサー250と同じですね。ジクサー旧型は玉だったんですけど、LED になりました。スイッチオンにすると、ロービブがつきます。で、パッシングを押しますと、真ん中がつきます。ハイビームですね。で、スイッチは、ハイ、ロー、ウインカー、ハザードはないですね。ウインカー、玉ですね。で、ここは、テールランプは LED ですね。流面みたいな、こう、細長い LED です。これかっこいいですよね。で、キルスイッチ。スタータースイッチで、スタータースイッチなんですけど、クラッチを握らないとかかんないです。クラッチを握らず押しても何も反応なし。あれ？なんかちょっと動いたぞ。で、 ABS、 フロントは ABS ついてます。で、このブレーキキャリパー、ブレーキディスク、K も旧型からはちょっと大きくなってます。よりブレーキが効くようになってるわけですね。で、フロントタイヤは100/80/17。この色、
まあまあいいですよね。青と黒。そういえばジクサー日本の2021年モデルのカラーにエクスターカラーができましたね。あれ結構いいじゃないですか。あれならかっこいいとまでは言わないけど、格好悪くはないみたいな。これがね邪魔なんですよね。プラグがこの辺にこれかな、多分これだな。あ、これだ。この辺にねプラグがあるのに、これが邪魔でプラグにアクセスできない。旧型ジクサーはこれがなかったんで、プラグにスポッとアクセスできたんですよ。これどうやって外すのかな、めんどくさそう。マフラーは2本出し、シングルなんだけど2本出しマフラー。サスペンションはリジットのシングルです。サス、モノサス。で、リアタイヤは、140の60の17。140、60、17。で、これはラジアルタイヤが入ってます。K数510B。どこの？スポーツ。ラジアル。メーカーはよくわからない。チューブレス。ダンロップか。ダンロップだ。ダンロップのラジアルタイヤを履いてます。で、このインナーリアフェンダーはめちゃくちゃ格好悪いと思います。私がこれを買ったら、速攻で外す。てか、納車前に外してもらうかも。で、空気圧がフロント2のリア 2.25。あれね、青黒ね、結構いいですよ。かっこいい。この色ならまあまあ許せる。このね、デザインもね、最初見た時なんじゃこりゃと思ってますね。昔のジクサーのデザインが好きだったから、まあ、自分で買ったぐらいなんで。なんで、このデザインはいまいちだなって思っていたんですけど、もうだいぶ見慣れましたね。結構かっこよく見えるようになってきちゃいました。え、メーターのオープニング画面はこんな感じ。GO だけですね。あ、変わってるな。前レディー GO だった気がするもんな。で、タコメーター、ギアポジションインジケーター、スピードメーター、燃料系、トリップ、オードとかセレクトで切り替えます。で、時間、ただいま時間12時1分。なんかね、ジクサーってこう晴れた日にね乗ってるとね、気持ちいいって感じになるんですよね。私だけかな。さっき横風に煽られてハンドルをまた持ってかれたんですよ。そこは旧型と何ら変わらず、風が吹くとハンドルを持っていかれるということみたいですね。あの、高速を多用される方で一年中乗りますよって、春の風の強い日も乗りますよっていう方には、あのジクサー150はおすすめできないバイクですね、残念ながら。高速そんな乗らないで、まあ、下道が多いよっていう人だったらまだなんとか行けるんですけどね。本当にね、高速で風に煽られるともうあれなんですよ、ずっと煽られ続けるんですよ。ハンドルを取られ修正、取られ修正、取られ修正っていう、その繰り返しをやりながらずっと走らなくちゃいけないんで、めちゃくちゃ疲れるんですよね。でも、その風に対しての、 あの弱点さえなければジクサーを手放すことはなかったですね。まあ、結局より安定性を求めて V ストロームにして、 V ストロームはすごく気に入っているので、それはそれで正解だったかなっていう気もしないことはないんですが、ジクサーはね、この音が好きなんですよね。小さい短気筒がカーここがカーカーなんていうんですかね、カーって聞く、あの GoPro じゃ多分音を拾えないんですよね。エンジン音が、うん、細かくこうタラララララララってこう動いている音がするんですけど、それがね、加速してる時の音よりもこう巡航してる時の音、あ、すごく
のどかでいいなっていう感じがするんですよね。ブレーキテストをしてみます。さっきなんか電池切れちゃったんで中途半端になったんで仕切り直しです。ギアブレーキ、はい。フロントブレーキ、はい。前後ブレーキ、はい。ブレーキね、後ろもよく効くし前もよく効くし、で2つ一緒にかけるとすごくよく効きますね。車体がめちゃ軽いっていうのもあると思うんですけど、あとフロントブレーキも K が1個上がってて、よく効くようになっているようです。なんでいいですね。あ、リアブレーキに ABS がついてるかどうか見るの忘れた。ブレーキ、あ、はい、リアブレーキ ABS ついてませんね。今確認しました。ロックしました、はい。完全にロックしました。目いっぱい踏み込んだら完全にロックしました。ABS がついてるのはフロントだけですね。これ ETC ここについてるんですけど、私 の乗ってた旧型のジクサーは ETC を後ろのシート下にちゃんと格納できました。だからちゃんとお店に行ってシート下に入れてって頼めばシート下に入れてもらえると思います。袖本ご一線さんの腕が良かったのかな。はい、片側一車線の道路に入ってきました。低速で振ってみましょう。軽快ですね。当たり前ですけどね、 150cc の軽量バイクですから。やはり後ろが倒れてから前がついてくるっていう感じはないですね。前後均等に倒れる感じです。スポーツバイクなのかな。どっちかっていうとツーリングバイクっていう感じなんですよね、ジクサーって。GSX-S125 はスポーツバイクだけど、ジクサーはツーリング用のバイクっていう、そういうイメージですね。スポーツバイク GSX-S125 は上まで回して、回しきってパワーが出てきて、で楽しむっていう、それスポーツバイクに必須項目だと思うんですけど、ジクサーの場合トルクがね確か6500ぐらいでマックストルクが出るんですよ。だからその辺を使ってこうトコ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 走り続けるのがジクサーなんじゃないのかなっていう気がしますね。でもポジションなんですけど、やっぱりシート高高いんで気持ち腰は高いっていう、そういう感じですね。ただハンドルもそんなに低くはないので、こうつんのめっちゃうようなそんな感じも特にないです。すごく自然なポジションでありますね。そっか、シート高が高いからステップが若干高めでも違和感ないのか。ここから坂道になりますので、ちょっとギアを緩めてみたいと思います。2速20キロ、間違えた。3速18キロ 前が進まないよ。2速19キロ3速25キロ3速25キロからだと辛いな。ちょっと渋りますね。4速37キロ。あ、加速できない。4速39キロからもちょっと渋いですね。4速46キロ、下り。これはいきますね。5速50、52キロ。ちょっと渋いかな。これって5速までしかないんで、1速10キロ、2速20キロで5速50キロっていうわけではないみたいですね。もっとワイド、守備範囲がもうちょい高めに設定されているような、そんな気がします。
で2速でも30キロとか3速でも40キロとか4速で50キロとか5速で60キロとか多分そういう割り振りになってるんじゃないのかなっていうそういう手応えを感じました。うん、下りの4速40キロからでもちょっと手応えが渋いですからね。5速50キロあー渋いっすね。5速50キロだと渋いです。5速60キロ、5速60キロならまあ行きます。やっぱりこれ広め広めですね。ギアが5速しかない分広めに使ってあげないとダメですね。2速3速で結構引っ張ってあげてで4、5で巡航するっていうなそういうイメージですね。加速するときは2速3速を使ってあげるでスピードが乗って巡航に入ったら4速5速を使ってあげるっていうそういう住み分けをするみたいです。まあ、田舎道を信号の少ない田舎道を5速56キロで走っております。ここから加速は、まあ、するっちゃするか、まあ、5速60キロで走るにはすごく平和。回転数は4500回転、4000回転かな、4200回転ぐらい。4速39キロからは加速は渋いですね。だから前の車が減速したらあの V ストローム2班みたいに5速のまんまアクセル閉じてで30キロまで落ちてもそのまま加速していけられるよっていうそういう特性ではなくてちゃんと前の車が減速したらそれに合わせてシフトダウンをしてあのスピードとギアを合わせてあげるっていうことをしないとついていくのは辛いですね。だから一定の速度で前の車が走ってくれれば何ら問題はないんですけど、まあ、そうも言ってられないんで、あの右に曲がったり左に曲がったりする車もいれば、はい、ちょっとしたコーナー来ましたよ。2速あーレブリミットに当たっちゃった。リングはやっぱ GSX-S125 の方がよく回るからこの回っている最中にレブリミットに当たってしまうとかそういうことは少ないですよね。何速で加速しないとか散々言いましたけどでもあのギアと要するにメーターを見ないで走る分には何ら問題はないですよ。何言ってんだか分かんないですね。感覚だけで走るんだとしたら特に問題はなくですね、要するにメーター見ないでこの手触り アクセルとスピードのこの感覚を肌で感じながら走ってれば要するにセロっすよ。セロに乗る要するにギアポジションインジケーターがついてない車っていうかバイクに乗るって思えば特に体が慣れます。勝手にいい感じのところを使うようになります。ジクサー今ちょっと回してみて走ってみたんですけどジクサーって GSX-S125 が面白いって思えるのは、盛り上がりに欠けるんですよね。トルクがねフラットすぎて来たーっていうのわかりますかね。 GSX-S125 だったらこう回していくと来たーってなるんですけどジクサーはね来たーってならないんですよ。どこまでもフラットで
すごい優等生のいい子なんですけど、 GSX-S125 は優等生じゃないから盛り上がりに欠けるんですよね。だから私が言う前、ジクサー買いましたけど、もし今私が買うんだとしたら GSX-S125 を買うと思います。なんでしょうね、ジクサーはいい子なんですよ、すごいいい子なんですよ。ただね、いい子すぎて面白みに欠けるんですよね。はい、高速コーナーでーす。ビューン。4速。いいですね、高速コーナー。安定しています。やはりこのジクサーの車体は非常によくできていると思います。安定感と安心感がありますね、走っていて。はい、コーナー来ましたよ。3速じゃあすぐに当たっちゃうからな、早めに3速に上げないと。はい、またまたコーナー来ましたよ。2速。はい、トンネルの中に入ります。はい、反転液晶、白ですね、白黒です。あんまり見やすくないかな私の個人的な意見ですが、青の方が見やすいと思うんですけどね。あんまり目立つと目に入ってチカチカしちゃうか。ブイーンと。安定してるんで、リアブレーキをかけながら調整とかはあんまりしないですね。どうかな。特にすごい安定してるから、リアブレーキで調整したりとかそういうことはしなくてもいけちゃいますね。今日は全然車に追いつかないな。まあ、大晦日にこんなとこ走ってんの俺ぐらいか。はい、ここは荒れているトンネルです。ああ、結構来ますね。結構来ます。結構ね、とっちらかる系なんですよね、ジクサーって。こういう、なんだろうな、デコボコ道に対して、とっちらかるからね、危ないんですよね。軽すぎるのかな。ちょっとね、レブリミットにね、当たっちゃうのはね、気になるから、爽快感は GSX125 の方が上ですね。当たっちゃうのにビビりながら、ジクサーの場合上に当たっちゃう、レブリミットに当たっちゃうのを気をつけながら回さなきゃならないんで、爽快感という意味ではいまいちですね。もうちょっとね、9500じゃなくてもうちょっと回ってくれればね、いいんですけどね。まあ主に3速ですね。たまに小さなコーナー回るときは2速とかにしますけど、あとリズムをつけたいときは2速にしますけど、2速にしちゃうと回りきっちゃうから、基本3速。はい、楽しく峠を抜けてきました。楽しい楽しいんですがね、それでは、ジクサーのまとめに入らさせていただこうかと思います。
リクサー一言でまとめると小排気量のツーリングバイク、とことこツーリングが楽しいバイクですね。中低速に振ったトルクで、回さなくてもそこそこ走れるので、とこ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 走るのが得意なんですよ。なんでツーリングバイクですね、ザ・ツーリングバイク。もっとスポーツ性が欲しいよというんであれば GSX-S125 ですね。お、来た、いすみ鉄道来た。何でしたっけGSX-S125、 スポーツ性、回して楽しいスポーツバイクが欲しいよっていうんでしたら GSX-S125 ですね。もっと高速使ってバンバン移動したいと、余裕が欲しいよというのでしたら、ジクサーの250がいいかと思います。ジクサー250はもっと余裕があります。ただジクサーでは、これあれですね、ジクサー2班は8000回転以上回すとちょっと嫌な振動が出るんですよ。ジクサー150は嫌な振動は出ないですね。ちょっと回してみましょうね。で、お、来た。9500までよどみなく回ります。ただ、9500に入った途端にデブリミットに当たっちゃってってなっちゃうんで、もうちょっと回ってくれた方が楽しいかなっていう気はしますが、まあ、ツーリングに使うのであればそこまでは使わないと思うんで、まあいいんじゃないのかなという気もします。ジクサー150はジクサー150は誰に向いてんのかなぶっちゃけ言うとお金のない人ということかな。ジクサー2班を買うお金のない人ダメだ、自分でつぼった。ジクサー2班、まあそうだよな別に原付2種じゃないから、ファミバイ特約に入れるわけでもないし、 150cc ですからね。なんでそれだったら、どうせだったら2班買っちゃえばいいじゃんっていう話になるじゃないですか。でも小排気量ならではの面白さっていうのもあるといえばあるんですけどね。でもジクサー2班、これ車体同じだからな、車体同じで全てにおいて余裕があるからな。今買うんだったらジクサー2班かな。エクスターカラー新しく来年出る色、あれだったらまあまだ許せる。あと形もだいぶ見慣れてきたし、最初見た時かっ悪いなと思ったんですけどね、だいぶ見慣れてきました。あれと同じですよ、新型フィットと同じですよ。なんだこののっぺりしたのは、かっこ悪いなって思ったんですけど、だいぶ見慣れてきて見られるようになりましたあれと同じで、ジクサー、新型ジクサーの形も最初見た時はかっこ悪いなと思ったんですけどね、見慣れるって恐ろしいですね。慣れとは恐ろしいですわ。高速には乗りたい、125ではなく高速に乗れるから、乗りたいから150が欲しい。でも2班まではいらないよ、高速にたまに絶対高速に乗るから高速には乗りたいんだけど、100クラス的には125、なあ同じ車体なんだよな2班もだからもう本当に
これ弱ったな。150の立ち位置はよくわかんねえや。自分だったらって考えちゃうと、ちっちゃいバイクで回して楽しい GSX-S125 を選んじゃうし、でジクサー150だったら、今だったらジクサー2班を選んじゃうかな。だから150を選ぶっていうことはまあないかな、自分だったらですけどね。人それぞれですから。ちっちゃいバイクで高速も乗れて125じゃ困るっていう、そういう需要でディクサー150ってなるんだけど、だったらほぼ同じ大きさの形も大きさも同じ2班があるんだから、2班にした方がいいじゃんってなっちゃうよな。弱ったな。やばい、ぐるぐる回ってる。はい、エンジンは、9500回転まで回りますが、9500過ぎるとすぐにオーバーレブに当たってしまいます。だから2速とかで引っ張ると結構当たっちゃうんで、あの普段1万2000とか3000とかに今まで回せるバイクに乗ってる人がこのバイクに乗ると、ちょっと9500っていうのは割とあっさり当たっちゃうかなと。それとトルクがあるんで、結構ね力強く9500まで一気に回っちゃうんですよ。まあ力がなければあれなんですけど、力がねあるからね、回りきっちゃうのは早いんですよね。あとはポジションは、ちょっとステップが、バックステップ気味、ややバックステップ気味ですね。まあそれでも長距離ツーリング辛いかと言われたら、今119キロ走ってますけど、全然痛いとかなんか変な感じがするとかそういうことはないですね。まあ長距離も私昔旧型 GXR で結構長距離1日500キロとか走ってましたけど、特に窮屈だとか足が痛いとか疲れるとかそういうことはなかったですね。と今 119.8kg で燃料系のメモリが1個減ってます。でブレーキは、よく聞きます。あのリア ABS ついてないんで、リア踏みすぎてロックさせちゃう、まあ、リアロックしても別に大したことはないんですけど、まあ、それには気をつけて、フロント ABS ついてるんで握りごけはしないと思います。あとは、私旧型乗ってて手放した理由が風に弱いっていうのはありますね。風が吹くともう1車線ぐらい平気で持ってかれるんですよ。だから風の強い日に高速とか乗ると死ぬほど疲れますね。というのがあったんで、これはダメだと思って手放しましたね。でこの新型もさっきちょっと風に横風に吹かれたんですけど、やっぱり弱くて持ってかれるっていうのは変わってないようです。で、その2班はどうなのかな、タイヤがサイズがちょっと違うからこの150よりは強いと思いますけど、もうやっぱりな、同じ車体だから軽いし持ってかれるかもしれないですね。まあいいんだけど、ギアがね5速しかないっていうところがね、それでも賄えるからいっちゃいいんだけど。だからジクサー150はね、これねオフ車作ったら面白いと思うんですよね。このエンジンとフレームでオフ車っぽいものが作れれば結構いいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあそんな簡単にはいかないんでしょうね。あとですね、コーナリングは楽しいです。楽しいんですが、ハンドリングはすごく素直で、鈴木らしい素直なハンドリングですね。で、粘る感じはあんまりないですね。フロントタイヤ、前後ラジアルのリクサー2班はこう粘る感じがしたんですけど、リクサー150はそれほど粘る感じはしなくて、素直に倒れていくというイメージです。
ただコーナーをですね回ってる間、例えば2速とかで入って回ると立ち上がりですぐにレグリミットに当たってしまうので、まあ立ち上がり中にねシフトアップするのも嫌だから、そうすると3速使うしかなくて、コーナーの R によって変わってくるんですけど、まあ、そういうこともありますよっていう、そういう感じですね。まあ分回して楽しむっていうバイクではないですね。まあこういう道をゆったりと流すみたいなバイクだと思います。高速に乗って延々と走り続けるっていう、そういう感じでもないんだよな。まあ、100キロで走れるんだったらいいんですけど、あんまりねそこから先スピード出ないんで余裕がないんですよね。まあ、追い越しとかは結構辛いかもしれないですね。80キロくらいで延々と走るっていう感じかな。だったらまだいいかもしれないですね。無難なバイクかな。普通の無難なバイク、とんがってるところはないんだけど弱点も少ないみたいな、そんなバイクかな。ね、そうだ、燃費がねめっちゃいいんですよ、このジクサー150って。旧型ですけど、奈良市の時リタ60走ったことがありますからね、1回だけですけどね。だから本当にゆっくりと奈良市の回転数、確か5500ぐらいだったと思ったけどな。で走り続けると燃費はめっちゃ伸びます。そう、遅くはないんですよ。あのトルクがね結構あるから、この軽い車体をぐいぐい走らせるだけのトルクは持ち合わせているので、だからとても遅いと、スピードっていうか速さで言ったら、DSXS125 よりもジクサーの方が速いと思います。 DSXS125 は回さないと走んないから。でジクサーの方はそんなに回さなくても、あのトルクでグイグイ持っていけるんで、だからあのトータルで見るとジクサーの方が速いと思います。排気量も大きいですね。はい、ここはマンホールの上に乗って、足回りをチェックするところです。ドン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 。ギアがちょい固めかな。ちょっとね固めな印象を受けますね。まあインドで売れてるバイクなんでね、インドでも多分バイクにいっぱい物を乗せるっていうのがねあると思うんですよ。で足はある程度固く作っておかないと対応できない、あの新興国向けバイクあるあるですね。あの PCX とかもそういう理由で足が硬いんですけどね。だから乗っ手で疲れるんですよ。ジクサーも乗っ手で疲れるっていうレベルではないですけど、ちょっと固めですね。この先に、かまぼこが置いてあるアクロドカドカ道を走りたいと思います。デコボコ道ですね。で足回りのチェックをしたいと思います。はい、来ました。ドン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 。おや、なんか旧型のジクサーより良くなってるね。旧型できた時はこう、まあ、初見だったんでうわーってなったんですけど、あ、結構いいですよ。思っていたよりいいです。結構いなしますね。速度を下げてみましょうか。35キロ。43キロ。
あガツンときますけど、そんなに悪くはないですね。うん、いいと思います。旧型と新型で何か変わったんですかね。あんま変わってなさそうに見えるんですけど。このジクサー150って17,768キロも走ってますね。1万キロ超えてる。レンタルバイクで1万キロ超えるのってすごいな。いつもこの道で渋滞するんで、渋滞した時の挙動を見るんですけど、でも今日ね、さすがね、大晦日だけあってね、渋滞してない。渋滞してないっすよ。全然流れちゃってる。こんなに流れるこの道走るの初めてだ。2速13キロいけますね。3速21キロまあいけますね。4速34キロまあまあいけますね。4速30キロあ、いけないコーナーなんですね。3速30キロ4速5速5速35キロあー5速35キロでもう渋る感じはないですね。多分加速はしないと思いますけど、渋る感じはないですね。このエンジンよくできてんな。渋らないですね。これも GSX-S125 と同じように、排気量が小さいんで、単気筒とはいえ排気量が小さいのでフリクションロスが少ないから、そんなに渋ることはないみたいですね。これあれですね、ブレーキが鳴りますね。キコ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 って。前かな後ろかな。はい、いつもこの辺で、ヘッドライトのチェックをするんですけど、今日ね、大晦日なんで、道がめっちゃ空いてて、日が落ちる前にね、帰ってきちゃった。帰ってきちゃったから、まあ、日陰り始めてはいるんだけど、まだ日出てるから、これぐらいしか、わかんない。わかりますかね。わかんないですよね、ヘッドライト。まあ、ジクサー2班と一緒なんで、ジクサー2班の動画も上げてますんで、そちらをご覧ください。すいません。